いや俺聞きたいのはさ、はい、その厚生省からさ、このまあね、ミヤわかるけど虚偽の報告しろって書いてあるよね、はいはい、これをその厚労省からこっち県の方に受ける人は誰なのっていうことを教えてほしいのと、あとこれはその対策本部みんな多分共有意識で持っとるはずだよね、ね、こういう報道 しようぜって広報としてっていうことだよね。それは多分みんな分かっとるよね、あの通知が来たことは、うん、でこの意味って分かっとる、分かってます。すげえな、 あれですよね、コロナ これだけですよね、これをねどこに生まれてますか、コロナウイルスの感染症が死因じゃなくても、うん、亡くなった方は全部明らかです、うん、そうかそうか、あ、まあ、そうだよな、指示に従うしかないもんね。あのお名前は田中さん、うん、そうだよね、大変なこと言ってますよ、私から見たらこれで、はい、こんなよくこんな文書でね、要は過去どんどんびっくりこく普通こんな内容しものすごいこと言ってるんですよ、虚偽報告犯罪に近いですよ、偽の報告書を言ったらですからね、これなんとも書けなかったら大変なことなんですよ、ね、そのぐらいもう今なんかね、うん、麻痺しちゃってるのかな、いや本当これ署内でね大変な騒ぎにならなきゃおかしいですよ、ね、知事がどういう判断されるかわからんけど、これ私らから見てね、こんなよくもこんなの、いや内緒でね やってる今までもありますよね、通達なんかだけど文書でこんなことを、ね、指示するなんてとんでもない、これが